9歳という年齢でワールドカップ優勝を果たし、現在市場価格第1位の座に君臨しているキリアン・エンバペ。今回はそんなエンバペにまつわる50の面白いエピソードを紹介していきます。現在23歳ながら世界最高の選手の一人として名を連ねているエンバペですが、生後8ヶ月で歩き始め、18ヶ月で初スプリントを記録したらしい。小さい頃からその才能を注目されていたエンバペは、当時マドリーの監督を務めていた憧れのジダンから練習参加の招待を受けます。駐車場でジダンと会い、ジダンの車で練習場に向かうために車に乗る際に、緊張のために靴を脱いだ方がいいですかと聞いてしまう。数多くの欧州の強豪チームからのオファーの中からモナコを選択したエンバペですが、アカデミー時代にはエンバペに守備を敷いて、守備をしないと試合に出場させないというペナルティを課したコーチに関して、エンバペの両親が上層部に疑問を投げかけると、そのコーチがいなくなってしまう。エンバペといえば両手をそれぞれの逆側の脇に挟み込むゴールパフォーマンスが定番になっていますが、このパフォーマンスは溺愛する弟が考案したもの。モナコ時代ファンの一人からセルフィーを求められ笑顔で応じるものの、終わった後の切り替えぶりが病みすぎて話題に。エンバペといえば特に頭角を現してきた頃はその表記発音が定まっていませんでしたが、日本のメディアでの取材でエンバペの名前の正しい発音の仕方を聞くコーナーが設けられ、ムバッペもしくはエンバペが近いということが明らかに。しかしそのインタビューの最後に、日本の皆さんキリアンはすごく嬉しいよって伝えてくれと自身のことをキリアンと呼称する。ちなみにフランス語の表記からカタカナにするとエムバペになる。ボーリングに訪れたエンバペはスペアのチャンスを見事に外してしまい、ニコニコの笑顔を披露。ボーリングの才能はないらしい。若いながらも大舞台で活躍する強心臓さを見せるエンバペですが、実は大のビビリであり、2017年にはパリ・サンジェルマンのハロウィンのドッキリ企画に出演、暗闇の中でゾンビに脅かされ大絶叫してフレームアウトしてしまう。2018年にはフランス代表の同僚であるグリーズマン、ポグバ、デンベレと共にパリのディズニーランドを訪れ、タワーオブテラーでの記念写真でとんでもない顔をしているエンバペが SNS で晒される。2021年には試合前のトンネル内で主審が笛を鳴らすと、両手を上げて驚く様子をカメラに抜かれてしまう。パーティーの最中にかなりの距離からバスケットボールでゴールを決め、見事なドヤ顔を披露。2017年、同僚のチアゴ・シウバからプレゼントをもらったエンバペですが、ディオールの箱の中には忍者タートルズのドナテロのお面が。エンバペはこのドナテロにめちゃくちゃ似ているとたびたびいじられており、ついにお面をかぶった姿を披露する。ちなみにこの1ヶ月後の試合にはこの忍者タートルズの格好をしたファンが乱入。アウベスはノリノリで対応し、乱入者たちはエンバペとハグを交わす。インタビュー中に被っていたフードを取られたエンバペが、誰がやったのかと真顔でその相手を見つけようとしている様子が怖すぎると話題に。2018年リーグワンでの試合の際に相手チームが PK を獲得すると、エンバペはキッカーの後ろで指を差し蹴る方向を予言。ゴールキーパーがそれを見ていたのかは分かりませんが、見事ストップする。同年フランス代表での練習中に監督のデシャンにがっつり潰されてしまう。マルセイユとのフランス版クラシコとも呼ばれるダービーマッチにおいて、エンバペがまさかのベンチスタート。チームの集合時間に遅刻したことによるペナルティが理由でしたが、エンバペが遅刻した理由は本家のクラシコを見ていたかららしい。国内でのトレーニングの際にいたずらで同僚のドラクスラーを倒してあられもない姿にしてしまう。審判の目の前で相手が置いたボールを蹴飛ばしてイエローカードをもらって大爆笑。2018年スタンドで試合を観戦しているエンバペの服装がキャプテン翼の南葛 FC のロゴが入った服であると話題に。ちなみにエンバペはキャプテン翼が大好きなキャプツバチルドレンの一人。同年バロンドールの授賞式に出席していたエンバペは、この式で DJ を務めていたフランス出身の世界的な DJ マーティン・ソルベグを知っていますかと聞かれ、知らないと答えてしまい、会場が一瞬ざわついてしまう。ちなみにその後は一緒にダンスを踊っていた模様。相手のフリーキックから試合が再開される際にボールを蹴り飛ばし、相手ゴールキーパーになぎ倒される。2019年、練習での自身のゴール数をきっちりとカウントしていたエンバペは、練習通算得点100点到達を祝って記念ユニフォームを贈呈される。同年リーグワンの試合においてクロスに対してバレーボールのように手で合わせてゴールを決め、最初は白々しくゴールを祝っていたものの、 VAR の結果イエローカードをもらう。2019年 FIFA20 が販売される際に、どこのチームを使いますかと聞かれ、パリ・サンジェルマンではなくリバプールと答える。理由は今年チャンピオンズリーグで優勝したから。同年練習中にチームメイトのカバーニの股を抜いて大喜びする姿を自身の SNS に投稿する。2020年カップ戦準決勝でランスと対戦、3対0のリードで迎えた90分、密集の中からボールがこぼれるとエンバペは転びながら手で押し込みイエローカードをもらう。練習前に何かを摂取して完全に決まった顔を見せてしまう。2020年チャンピオンズリーグでドルトムントと対戦したパリ・サンジェルマンですが、ファーストレグで勝利をしたドルトムントのハーランドが、パリは君たちのものではなく僕の街だと発言したことで、セカンドレグでパリ・サンジェルマンの選手たちがハーランドが見せた瞑想ポーズを真似るリベンジが見られました。セカンドレグの勝利後、ロッカールームで率先してハーランドの真似をするエンバペの様子が SNS に投稿され、物議を醸してしまう。練習中、同僚のパブロ・サラビアに小学生のようないたずらを食らってしまう。
試合中にエンバペが暴走機関車のようなプレーを繰り広げ、それをスタンドで見ていたネイマールに大爆笑されてしまう。エンバペは幼少期からロナウドが大好きなことは有名ですが、子供の頃のエンバペの部屋はロナウド一色だった模様。ちなみにこの写真たちはロシアワールドカップを優勝した翌年の2019年の元旦、すべてを自身の写真に入れ替えた画像を SNS に投稿する。そんなアイドルロナウドと2020年ネーションズリーグにて同じピッチの上に立つと、試合後ロナウドとニッコニコのエンバペが写った写真が投稿され、同様にロナウドとの写真を投稿していたフランスの同僚の写真と比較してエンバペの笑顔が輝きすぎていて話題に。試合前に同僚のネイマールにゴミをプレゼント。チームメイトと共にプールの中で同僚のベラッティのスマホでキャッチボールをしながら大爆笑している姿を見せ、そのいじめっこぶりが明らかに。ちなみにそんなベラッティに練習中スプリンクラーでいたずらをされてしまう。ベラッティも食らった模様。エンバペの最高時速は36キロ。どれくらい速いかというと、ボルトが世界新記録を出した 100m での平均時速 37.58キロよりほんの少し遅いくらい。ちなみにこの速度を出したのは後半アディショナルタイムだった模様。そんなエンバペは2020シーズンチャンピオンズリーグでバルセロナと対戦、ハットトリックを決めバルセロナを粉砕した試合中に撮られた1枚の写真がエンバペの速さを如実に表していると話題に。子供相手にも手を抜かないエンバペは無慈悲な股抜きを披露、なお気づかれていない模様。フランス代表での試合後、同僚のジルーに頭を撫でられるとあからさまに嫌な顔を見せ、その後櫛でしっかりと整える映像が SNS で拡散されてしまう。そんなジルーとエンバペはユーロ2020の時から不仲説が流れ始めており、ユーロの試合後、ジルーの走ってもボールが来ないことがある、僕らはもっとうまくやれるはずだという発言に対して、インザーギにはうんざりだとチームメイトに漏らしたことが報道されてしまう。パリ・サンジェルマンでの練習中のミーティングの際にチームメイトに対して小学生のようなちょっかいを出す。2021年 SNS に自身のファッションを投稿。上に着ているディオールのド派手なセーターがちょっとダサいのではないかと話題になる。ちなみに値段は30万円。同年バロンドールの授賞式に出席したエンバペは、映画スパイダーマンの主演を務める大のトッテナムファンであるトム・ホランドに、トッテナムに来てくれよと言われた際に爆笑しながら、それはありえないねと返答。2022年4月、フランス大統領選の決選投票でエンバペの名前が書かれた票が10票ほど見つかってしまう。同年カタールワールドカップの優勝国を問われた際の返答の中で、過去のワールドカップの優勝国を鑑みて南米はヨーロッパほどサッカーが進んでいないと発言、サッカー界に波紋を広げてしまう。エンバペは2022シーズンからのマドリー加入が規定路線かのように噂されていた中、一転パリ・サンジェルマンへの残留、契約延長を発表しましたが、この移籍問題はエンバペ残留のためにフランス大統領マクロンが直接エンバペに電話をかけたり、クラブの実質的なオーナーであるカタールの王族がスペインの国王を訪問するなど、政治が絡む国家規模の問題にまで発展してしまった模様。2021シーズンのチャンピオンズリーグをマドリーが制覇すると、マドリー移籍を断ったエンバペに対してチャンピオンズリーグ優勝回数をひねったユニフォームなどが作成されたり、先ほども出てきた壁一面のロナウドをお金に変えた画像が作成されるなど皮肉られてしまう。ちなみにフランス代表の同僚でもあるチュアメニのマドリー移籍が決まると、マドリーの公式アカウントが同じくフランス代表のベンゼマとチュアメニが写った画像を投稿。実はこの写真、オリジナルはエンバペも写っている3人の写真であり、マドリーがエンバペをカットしたと話題になる。2022年6月、アメリカで行われたブラジル代表のレジェンド OB を中心とするエンターテイメントマッチの際に、エンバペのそっくりさんがスタンドで発見され、エンバペのチャントが巻き起こる。ということで今回はエンバペにまつわる50の面白いエピソードを紹介してきました。この動画が面白いと思った方は高評価、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは。